はい、どうも、鬼丸です。今日も、このファミマの横に、ちょっとおしゃれな小屋でも建てようと思ってます。はい、それじゃあ、やっていきましょう。完成しました。こんな感じですね。ちょっと後ろの家が邪魔で全体像がよく見せれんけど、こんな感じです。外側はレンガと木でできたちょっとおしゃれな感じの家になってます。で、中はまあこんな感じで
今なんもないっすね。はい。というわけで、簡単にできるおしゃれな家の設計紹介動画でした。ではでは。